結婚お祝いコメント誰が一番うまいの。おめでとうございます。はい、というわけでですね、我々もね、ちょっと20歳超えてくるメンバーも増えまして、はい、はい、結婚式のコメントちょうだいって言われるようになるくらいになってきたと思うんですよ。まあさ、ミルクで例えばさ、そう今後さ、個人で活動とかしててさ、そう言われるかもしれないじゃん、うん、でもさ、やっぱダサいの出せないじゃん。そうだね、まあね、ミルクの何々ですって言いながらね。だから、誰が一番うまいのかっていうのを今日、検証していきたいと思います。ああ、いいですね、大事でさ。今回はテーマを決めて、はいはいはい、ミクちゃんっていう人と、ミクさんっていう人と、星よ、はいはいはい、っていうの二人が結婚するっていうテーマで個人個人ね、撮ってきてもらいました。はい、はい、じゃあ早速、見ていきましょう。はい、一人目はその3です。俺か、関係性で俺か、どんなね、シチュエーションで来るのか見ていきましょう。はい、これ俺一発目か、そうでしょ。この度は星尾くん、ミクちゃん、ご結婚おめでとうございます。並びに、ご両親、親族の方々おめでとうございます。今回、スピーチを担当させていただきます、三重県のゴールデンレトリバーこと佐野俊太だわ。あっ、笑ったよ。僕の定番のネタでね、もう星尾くんとはもう本当に小学校からの付き合いかな。小学校からの付き合いでもうかれこれ、まあいろいろ喧嘩もあったけど3年ぐらいは付き合ってます。本当にね、もう星尾くんとはほぼ毎日遊ん、あ、毎日って過言ですけど、ほぼ毎日、あ、毎日も顔週2日ぐらいは、遊ばしておりました。遊ばしておりましたらも違いますけども、本当に星尾くんとはね、仲が良くてね、本当に星尾くんといっぱい遊んでたので、いい思い出がたくさんあるんですけども、その中でもやっぱ濃厚なものを今日は語りたいと思います。おー、星尾くんはもうね、牛乳山小学校の中でね、もう一番の嫌われ者でしたね。これ捨てられるもんじゃ本当に、まあ、それを俺が救ってあげた言うても過言ではないか、まあ、過言か、まあそんなええんですけど、ちょっとね、まあでも本当に星尾くんにはお世話になってて、星尾くんには幸せになってほしいなと思ってるので、このスピーチを取らさせていただいております。はい、会場のみんなめちゃ笑ってるかな、笑ってるかな、笑ってる、笑ってる、笑ってるかな、イヤホン聞いて、うん、うん、イヤホンね、これ何が流れてるかちょっと聞いてみ。結婚おめでとう。もうこれヘッドホンもね、応援してくれてますよ結婚を。まあそんなこと置いといて、このふざけてなんですけど、もうちょっと最後ちょっと髪変えてきたんで、長いよお前、長い。星尾くん、ミクちゃん、いやいや今いいな、これさ、高すぎる、ハード高いよ、やばいやばいやばい、これ超えれない。なんで俺最初なんだろう。やべえ、いやでもまあ本当、あのビデオで良かったというか、この人が会場になって本当良かった。でもなんかさ、会場の人笑ってますかみたいなやつさ、なんか結構ウケそうだよね、逆にね。すごい、でもなんか売れない YouTuber 感あったから。じゃあ続いて行きましょうか。続いては僕ですね。お、これちょっとお手本見せてよ。どうぞします。星尾、ミクちゃん、結婚おめでとうございます。いやもう星尾とはね、中学校の頃から仲良くしてたから、お前が結婚できるなんて思ってなかったよ、おめでとう。そしてミクさんもやんちゃな星尾と
結婚するなんて本当におかしいよ。そんなに綺麗な人を星野が奪うなんて、俺と結婚してください。どうかお幸せに、末永くお幸せにしてください。また僕もね、あれですよ、わからなくなっちゃったから、とりあえず幸せにしてください。じゃあね、バイバイ。でもなんか悪くない、いやめっちゃやっぱ結構嬉しいんじゃない、なんかね、おもろいし、こんぐらいこうスピード感あるやつでいいよね。うん、あのね、なんかいい塩梅かもね、いい塩梅。俺を結婚したいということで、なんかその奥さんを褒めるというか、あのね、ご両親がなんかふふってなるレベル、確かに確かに。これね、ご両親がやっぱり喜んでくれない、あそこが大事だよね。だから程よいっすよ。誰ですか、次の人。次はわおー、山。おー、ほんと。じゃあ続いて山中君の動画です。どうぞ。星尾、ミクさん、ご結婚おめでとうございます。田中純一郎です。僕は小学校、中学校で同じだったと思うんですけれども、まさか、ミクさんみたいな綺麗な人と結婚するとはちょっと思わなかったです。二人ともお幸せに。星尾、ミク、ご結婚おめでとうございます。いや、僕は本当中学校と同じだけど、でもね、本当にその素晴らしい方と、ご結婚されて、喋り方一緒じゃない。歌詞でボケたりするんだよ。ミクさん幸せに、してあげてください。はい、ありがとうございます。ミク、ありがとうございます。ご結婚おめでとうございます。何気しないですよ。誰だよ。なかったんですけれども、本当にね、そんな素敵な男性と出会えて、私は羨ましいって思っちゃいます。橋尾さん、ミクを幸せに、よろしくお願いします。うん。すごい。すごいな。ミクの素晴らしいことで、いいなと思います。つまらんおやめ。僕も結構そっち行くからね。ちょっと待ってね。はい。怖っ。怖っ。何何これ。最後ミスった。え、あれはどういうあれだったの。いや、最後何もしないっていうボケだったんだけど、怖くなっちゃった。中一郎から始まり、まあ、アリサが入ったりとかして、まあ、最後つまらんわとか言って、最後何も言わないやつみたいな。バリエーションを一人で。これ俺めっちゃ笑っちゃうかも。めっちゃいいね。めっちゃいいよ。おもろいわ。めっちゃいいわ。これおもろいな。編集入ってたし、なんか一人だけ。一人だけ編集入って。いや、名前おもろいな。みんな見たいって誰だよ。じゃあ続いていきましょう。ちょっとまあ、こう言わせてもらいたいのが、いや、いい選手で行きましょう。なんかちょっと点差が違うわ。あ、そう。あ、いいよいいよ。じゃあちょっと見てみましょうか。じゃあ吉田さん、どうぞ。星尾さん、ミクさん、ご結婚おめでとうございます。今日はスケジュールも空いていて、そちらに伺おうと思ったんですけど、今回はビデオで、送らせていただきます。まあ、今回テーブルの上に置かれている花なんですけれども、そちら僕にやらせていただきまして、黄色い水仙の花なんですけれども、花言葉は使わせていただいてある通りでございます。本当にですね、ミクは昔から笑顔が素敵な女性で、今もきっと素敵なお嫁さんなんだろうなっていうふうに思っています。最後に僕の好きな小説家カフカの、名言を送らせてください。結婚はしてもしなくても後悔するものである。星尾さん、どうかミクのことをよろしくお願いします。怖い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 。2年じゃん、これ2年あるやつだよ。やばっ。ちなみに花言葉は何なの。私の家に帰ってきて。うわー。
あスケジュールも空いてたから行けたんだけど、行かん方がいいなっていう時勢で行かなかった。優しさでコメント取ってっていう。ただ枕とかテーブル、あの丸いテーブルの真ん中にある花全部自分で推薦の花やった。うわエンタメとしては素晴らしかった、うん、素晴らしいね。でも誰もお願いしないだろうね。あと残るは一人ですよ。ちょっと待って、佐野隼人さん、ね、一番動画送ってますから僕も、あのその実際に、ああそうだよ、そうです、あの先生的な話なのかな、経験的に、経験値は隼人だけだもんね、うん、だからまあ最後だから正解見てください。じゃあちょっと正解見てみましょう、はいはいはい、佐野さんのです、どうぞ。始まってます。始まってます。始まってる。始まってる。は？おい。どうも。足上げてるか。はい。どうも。その三十です。三と三で。にゃ。これつまらん顔じゃないけど。吉野君。あきこちゃん。あきこちゃん。結婚。嬉しいです、俺も早く結婚したら、まあ、なんか多からな、あのまた何だ家族同士でさ旅行とか行ったりしちゃおうよ。なおい、じゃあ幸せな考えをお気づきください。え、今までこんな動画送ってたの？これ完全につまらん思いやつまらん思いちゃったよ。ほんと申し訳ないんだけど、あの最後はちゃんとミクちゃんって言おうと思ったんだけど、それ間違えちゃったの俺。本当に間違えちゃった。最後でミネちゃんってマジで間違えちゃった。ガチ間違えた。ガチ間違えた。わざとじゃないんだあれ。じゃあ初めの方はあの間違えてその元カノ行っちゃ行っていっちゃうっていうくだりしようと思ったんだけど、最後まで見直したら本当に間違えたやつを言ってて俺が、うん、なんでこれ最後したんすか俺。なんでこれ最後見てたの。見てないんだ。見てないんだ。見てないんだ。初見今初見、今初見なんすか。どう思いましたこれ見て。これちょっとないっすね。え、普段もそれなの。なわけあるかよお前。さあさあ、皆さんの見終わりましたけど、はいはいはい、まあね、誰が一番良かったとかこれ決めちゃいます。どうする。そうですね、次つける。もうこれをね、誰がうまいかつけなきゃ、一応つけとくか。はいはい、いきますよ。じゃあ私、篠崎大地からもらいたい人。おー、まあまあ一人、シンプルよかったもんね。確かにそうかも。じゃあ続いて吉田仁人くんの結婚メッセージが欲しい人。欲しい人はいないよね。おらんよ。届いちゃったやつ。セルファイント。なんかファイルもう一個あるじゃん。佐野隼人くんのお祝いメッセージが欲しい人。そして、その俊太くんのお祝いメッセージが欲しい人。おお、一人一票。これはでかい。でかいね。もう、とんちですね。ということで、山中くんのお祝いメッセージが欲しい人が、よっしゃー、すごい。よっしゃー、マジ。まあ、おもろいわ。マジおもろい。そんなもんあるわ。真似しようかなと思ったくらい。YouTube とか調べたりして、いろんな人が出てくるから、それ見てキャラクターにしようと思って気づいたのが、もう発想が違うね。その発想が違うんですよね。いやもう勝ちですねこれ。そうだね、優勝だね。優勝だわけ。じゃあちょっと我々も今後もしかしたら頼まれることがね、だんだん増えてくるかもしれませんので、それに備えていきたいと思います。しっかりやりましょう。はい。